はい、ガジャマルです。今回もお得な iPhone を紹介していきます。 Y モバイルのヤフー店で iPhone 13が格安の 50% オフで販売しています。このキャンペーンは前からあったんですが、人気すぎて在庫がピンクしかなかったのが、ここ最近グリーン以外全色在庫が復活したので紹介していきたいと思います。間違わないでほしいのが、新品ではなくてソフトバンク認定中古品になります。ソフトバンク認定中古品は軽微な傷やバッテリー残量が 80% 以上のものとなっています。それで値段は一括で 34,920 円と格安です。それにオンラインでの契約になるので、事務手数料も0円と維持費も安く済みます。今回の Y モバイルの iPhone 13がどれぐらいお得かというと、 Apple Store で新品で iPhone 13を購入すると値段は 95,800 円となっています。2世代前の端末ですが、まだまだ新品だと高いですよね。続いて中古ショップで有名なイオシスの iPhone 13の値段を見てみると、ランク B の中古で 67,800 円となっています。 iPhone の中古は人気があるので値段が高いですよね。 67,800 円だともうちょっと足して新品買った方がいいんじゃないかと思います。次に今回の Y モバイルの iPhone 13の値段は 34,920 円となっています。事務手数料もかかりません。それに他社からの乗り換えだけではなくて、新規契約でも同じ値段の 34,920 円となっています。この値段だととりあえず買っとこうという考え方でもいいと思います。一番の懸念点はというと、バッテリーの最大容量がどのくらいのものが届くかということです。こればっかりは届くまでわからないので運試しということになります。最悪 80% 近くのものが届く恐れもあるので、そこは注意してください。それからバッテリーの持ちが悪いとか、買ったけどやっぱり中古は嫌という方も中にはいていると思います。こちらはイオシスの iPhone 13の買い取り価格となっています。買い取り価格を見てみると、使用感が少なく傷がない状態のもので6万1000円、使用感はあるが目立つ傷はないというので5万4000円、最悪目立つ傷があるで買取価格は4万6000円となっています。ソフトバンク認定中古品には付属品がないので、この買取価格より少し下がると思います。ここで Y モバイルの iPhone 13の購入金額を思い出してください。購入金額は 34,920 円でしたよね。そうなると購入金額より買取金額の方が高いというのがわかると思います。なので買ってからやっぱり合わなかったという方も、現状だと損はしないと思います。それに半年や1年使ってから売却しても元が取れる可能性があるので、今回の Y モバイルの iPhone 13はかなりお得というのが分かっていただけたかと思います。中古 iPhone の買取金額は動画投稿時の値段になります。買取金額は流動的に値段が上下するので、そこはご自身でよく考えてご判断してください。最後に、このキャンペーンは Y モバイルの Yahoo 店で行っています。通常の Y モバイルのページからだと一括 47,880 円となるので間違わないでください。 iPhone 13気になった方は Y モバイルの Yahoo 店をチェックしてみてください。それから8月からキャンペーンが変わるかもしれないので、そこも合わせてチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。